皆さん、太田裕美さんというとどんなイメージをお持ちでしょうか。70年代のアイドル歌手で、木綿のハンカチーフに代表されるフォーク、ニューミュージック的な曲を歌っていた人という印象を持たれてるんじゃないでしょうか。最近の、2000年代の映像を見てもアイドル時代のイメージのまま、いつまでも可愛らしい感じの方ですよね。そんな彼女が80年代の一時期、それまでのファンの多くが離れてしまうほどとんがった作品をリリースしていたことをご存知でしょうか。今回はそんな太田裕美さんのニューウェブ期と言われる頃のアルバムを紹介します。太田裕美さんは1974年に歌手デビュー。ピアノが弾けて作曲もできたことから、当初からアイドルとフォーク、ニューミュージックの中間のようなポジションにいました。しばらくは作詞松本隆、作曲堤恭平による曲のリリースが大半を占め、彼女の作曲した曲はアルバムに 1,2 曲収録される程度でした。1975年12月にリリースした木綿のハンカチーフが大ヒットします。これは作詞家としての松本隆の出世作であり、今でも人気の高い曲ですね。しかしこの曲があまりに大ヒットしたため、彼女のイメージはそこで決定づけられたところがありました。1977年の9月の雨以降は徐々に売り上げも落ちていきます。1980年大滝詠一作曲のさらばシベリア鉄道なんかは有名な曲ですけど、ヒットにはなっていません。そんな中、1982年に音楽活動を休止し、アメリカ・ニューヨークへ留学します。8ヶ月後に帰国。この時担当ディレクターが白川隆三から福岡智彦に変わっています。1983年3月に復帰作としてアルバムファーイーストをリリースします。このアルバムは A 面をニューヨークサイド、 B 面を東京サイドとし、 A 面ではニューヨークの友人を通して知り合ったというマーガレット・ドーンという方が全曲作曲しています。編曲は萩田光雄で、当時の AOR メインストリームの洋楽ロック的なサウンドとなっていて、大人のシンガーへの脱皮を印象付ける内容です。B 面では大村正明が全曲編曲のシンセサイザーを多用したサウンドになっています。注目はニューウェーブバンドチャクラのリーダーだった板倉文が2曲提供していること。あのねはスローテンポながら可愛らしい感じのシンセポップ、遊び星はオリエンタルなアレンジのスローバラードになっています。 B 面の曲はシンセ打ち込み主体のアレンジではありますが、落ち着いた雰囲気で尖っている印象はあまりないと思います。続く2枚のアルバムと一緒に、このアルバムもニューウェーブ3部作と言われているようですが、アルバム全体としてはそういった印象は薄いです。続いて1983年10月に I Do You Do、 あなたらしく私らしくをリリース。作曲は太田裕美本人が5曲、板倉文が3曲、ニューウェーブユニット EP4 や井上陽水との仕事で知られる川島雄二、別名バナナさんが1曲、岡本一生、亀井俊夫の2人によるものが1曲となっています。編曲は前作の東京サイドに続き、大村正明が大半を手掛け、板倉文、バナナによる編曲の曲もあります。作詞は山本紀美子という方が大半を手掛けていますが、これは後の銀色夏夫さんです。後というか、この当時すでに銀色夏夫というペンネームを使っていたと思うんですけど、使い分けていたんですかね。この歌詞が感覚的でいてはっちゃけたような新鮮な響きを持ったもので、それに触発されてか、太田裕美さんの歌い方も前作では大人っぽい落ち着いた歌い方だったところを、舌足らずなところを強調したり弾けた感じになっています。サウンドの方もテクノポップ、ニューウェーブ度が高くなっていますね。1曲目、シングルカットされた満月の夜君ん家へ行ったよはラテンっぽい雰囲気のテクノポップ。トンプソンツインズの We Are Detective に似ていると思ったのは自分だけでしょうか。トンプソンツインズ大好きなんでビッときたんですよね。2曲目、葉桜のハイウェイ、スピード感のあるテクノ歌謡。同じ大村正明が編曲した吉川浩司のモニカやさよならは8月のララバイに近い感じがあります。このアルバムの方が先にリリースされていますね。個人的にとても好きな曲です。3曲目、お墓通りのあたり、
まあ、いきなり木魚の音から始まります。不謹慎な気もしますがコミカルな感じで笑っちゃいました。太田裕美さん作曲で和のテイストの強いノスタルジックで切ない曲です。4曲目ガラスの週末は浮遊感のある不思議な感じの曲です。サビがキャッチーですね。5曲目ここにいるよはオリエンタルなテクノポップですね。この頃の太田裕美さん作の曲は和風だったりアジアンテイストだったりをかなり意識して作ってるようですね。これも大好きな曲です。6曲目、移り気なマイボーイ。こちらも太田裕美さん作曲でとてもポップなテクノ歌謡です。7曲目、パスしなは川島雄二作によるレゲエですね。加工されたボーカル、ちょっと和風なテイストが入ったりおもちゃっぽい効果音が可愛い曲です。8曲目、Lonely People 3。これまた太田裕美さん作曲の歌謡曲テイストの強いテクノ歌謡です。9曲目、Lonely People 2。なぜか3の次に2が来ます。パーカッシブなリズムに中華風のメロディ、当時は高坂みゆきさんのニュアンスしましょうとかこういった中華風のテクノ歌謡が流行りましたね。10曲目、33回転のパーティーは落ち着いた感じでドリーミーな曲です。ウッドベースの音、ストリングスのアレンジがノスタルジックですね。全体に遊び心があるポップなテクノ歌謡のアルバムになっています。はっちゃけた感じではありますが太田裕美さんのボーカルがポップでキャッチーなので聞きづらかったりすごくアバンギャルドという感じでは全然ないです。しかし当時の70年代からのファンの人からすればかなり大きな方向転換に思え受け入れがたいサウンドだったのかもしれません。1984年6月、玉手箱リリース。作詞に山本紀美子、作曲に太田裕美、川島雄二、板倉文、編曲大村正明と基本前作と同じ作家陣に加え、作詞作曲でクジラの杉林康雄が参加しています。1曲目、青い実の瞳。先行シングルとなった太田裕美作曲によるテクノポップ、とてもキャッチーなザ・テクノ歌謡って感じの曲ですね。2曲目、ランドリー。杉林康雄によるエレクトロなファンク、クールなサウンドです。この熱くならないファンクの感じが80年代中頃のサウンドだなって思いますね。かっこいいです。3曲目、花誘う鳥目の恋人。アダム&ジアンツやバウワウワウを思わせるジャングルビートから始まる曲ですが、サビでの変拍子とか民謡っぽい掛け声とか面白いアレンジで独特の世界観になっています。このアルバムでは演奏にピンクのメンバーが参加しているようですが、これはそれがよく出ていますね。特にベースは岡野はじめさんっぽいです。個人的に大好きなやつですね。4曲目、ササラ。太田裕美作曲によるオリエンタルなバラードです。5曲目、グッバイグッバイグッバイ。スカビートの曲ですが歌謡テイストのメロディが出てきたと思ったらあらぬ方向へ行くひねくれポップです。つかみどころのない不思議な感じの曲ですね。 B 面に移り6曲目、夏へ抜ける道。自分がこのアルバムを知るきっかけになったのがこのテクノマジック歌謡曲というコンピレーション CD で、これにこの曲が収録されていてすごい衝撃を受けたんですよね。疾走感のあるテクノポップサウンドと夏休みの情景が目の前に広がっていくような歌詞と歌とサウンドで、作詞作曲は太田裕美さんです。彼女を持っている明るく可愛らしいキャラクターとテクノニューウェーブサウンドが高次元で合わさった、個人的に超名曲だと思っています。7曲目、よそ見してると。杉林康雄作詞作曲のシュールな雰囲気の曲です。 A メロでは実験的サウンドコラージュが聞けますが、サビでは親しみやすいフォーキーな感じ、奇妙だけど癖になる不思議な味わいの曲です。8曲目、チラチラ傘背負って。板倉文作曲、こちらもテクノマジック歌謡曲に収録されていて、夏へ抜ける道以上にはっちゃけたサウンドで衝撃的でした。エスニックなリズムに突然メロディアスなサビ、ヘッドホンで聴いてるとボーカルが全然真ん中にいなくって、音響面でも実験的、このアルバムの中でも最もぶっ飛んだ感じの曲かもしれません。
9曲目 Lonely People 4。 Far East の時からシリーズ化していた Lonely People のパート4。 エスニックでファンキーなリズムと思いきや、メロディーは和風で歌謡曲テイスト、サウンド的にはノイジーなサンプリング音も入り、ボッタニ的なサウンドですね。10曲目ねえその石は、オリエンタルなテイストのバラード、ストリングスも入り美しい曲ですが、ボーカルは微妙にショートディレイかフランジャーかのエフェクトがかかり、低いビットレートでサンプリングされたドラムのループ音、個人的にはその絶妙なミックスの処理が醸し出す雰囲気にグッとくるものがあります。最後まで一筋縄ではいかないサウンドメイクがされた全10曲のアルバムでした。前作よりさらにテクノポップ、ニューウェブ寄りの作品になりました。中にはポップスの範疇からはみ出すような前衛的と感じる曲もあります。しかしやはりというか、太田裕美さんのボーカルによってポップな印象になっているのは変わりないです。ニューウェブをやっても決してデガダン、80年代当時の言い方をすれば病気とかネクラな感じにはいかないんですよね。なのでサウンド的にはかなり尖ってはいるけど、ポップでカラフルで楽しいアルバムだと思います。個人的にはランドリー、花誘う鳥目の恋人、夏へ抜ける道、よそ見してると、チラチラ傘しょって、ねえその石は、いやほぼ全曲いいですね。しかし当時このアルバムは前作よりもさらに売れなかったようです。従来のファンが期待するものとは大きくかけ離れてしまったというのは間違いないでしょう。かといって当時ニューウェーブを聴いていた層に届いたわけでもなく、隠れた作品になっていったんでしょうね。ちなみにこのアルバムをリリースした翌年1985年に、今回紹介したアルバムでディレクターおよびプロデュースをした福岡智彦さんと結婚されています。ニューヨークへの留学から帰国し、福岡さんと出会ったことでやりたいことを思い切りやってみようということになったのでしょうか。それでこの3枚のアルバムを作って、玉手箱でやりきったっていう手応えを感じたのかもしれません。多分結婚を機に引退はされていないと思うのですが、次のフルアルバムが2006年と長いブランクがあります。それをどう取るのか、アイドル歌手のポジションでデビューして、そこから脱皮し成長する昭和時代のアイドルって、そこで苦労して失速することも多かったと思います。多分太田裕美さんの場合もこれらのアルバムがあまり売れなかったせいでそう思われたのかもしれませんが、この3枚のアルバム、特に玉手箱に関しては、かなり突き抜けてやりたいことをやった作品だったんじゃないでしょうかね。その後の結婚、ブランクのことを想像するに、ご本人にとっても、とても大切な作品なんだろうなと自分は思っています。またテクノポップ、ニューウェーブが好きだった自分からしてみれば、本当にすごい宝物を見つけたって感じの作品で、太田裕美という人のイメージがガラッと変わった一方で、いくらサウンドが先鋭的になっても変わらない彼女の明るさ、アイドルとしての資質を再発見できたアルバムでした。はい、今回は太田裕美さんのニューウェーブ期のアルバムを紹介しました。ご視聴ありがとうございました。